はい、こんにちは、116インズです。今回はいつもと変わったというかちょっと違う感じの動画を出してみようかなと思います。先日筒香選手に関する動画の中で、私が NPB でベイスターズ応援してますと言ったと思うんですけれども、動画の内容よりもここに対するコメントもいくつかいただきまして、 MLB でマリナーズ、 NPB でベイスターズファンとか、どんなド M だよみたいなコメントですね、結構来たんですよね。去年筒香選手の動画上げた時もそういったコメントは来ていたんですが、やっぱり動画をご覧になった皆さんの中には、筒香選手がどうというよりも日米でそんなに強くはないチームを応援している事実が印象に残ったようですね。まあ私がド M かどうかは置いといて、確かにマリナーズとベイスターズファンですと聞くと、いやどんな修行だよと思われるのかもしれません。マリナーズは皆さんご存知の通り、2001年を最後に現在19年間連続でポストシーズンにすら進めていない状況で、その間になかなかの暗黒時代も経験しました。日本でも特にイチロー選手が活躍していた時代にひたすら弱かったので、その印象が強いのも無理はないかと思います。実際弱いです。さらにはマリナーズは現在 MLB30 球団の中で唯一リーグ優勝の経験がなく、ワールドシリーズで戦った経験がないんですね。なるほど、確かに弱い。そしてベイスターズ、ここ数年はクライマックスシリーズにちょくちょく進んだり、2017年は3位から日本シリーズに進出したりと、以前と比べますと弱小球団というイメージはなくなりましたが、ただ今季はここまで25試合を戦ってわずかに4勝。そして説明不要な気もしますが、2000年代後半から2010年代初頭にかけてのひたすら勝てない暗黒時代もありましたので、歴史的に見れば強いとは言い難いチームではあります。この2チームのファンをやってますと聞けば、まあ確かに人によっては一体何を楽しみにそんなチームのファンをやってんだと思われても、まあ仕方ないのかもしれませんね。で、たまにコメントで言われるのが、野球見てて辛くならないんですかということですね。特定のチームを応援して野球を楽しむというスタイルである以上、自分が応援しているチームが勝てば嬉しいですし、負ければ面白くないと感じるというところから、そういったご質問をいただいているのかと思います。最近だとベイスターズが派手に負けまくっているので、ツイッターなんか眺めているとチームに悲観的になっている方ですとか、逆にチームが負けすぎて怒り狂っている方なんかも目にしました。ひどい人だと先日三浦監督の娘さんのツイッターアカウントに八つ当たりの DM を送った方がいたことが明らかになっていますが、まあこれは明らかに度を超えた行動ではあるとはいえ、自分の応援しているチームが勝てないとネガティブな感情が先行してしまうという方もいるようですね。だからこそ私に対してもそういった強くはないチームを応援してて辛くならないのかと質問されたんだと思いますが、私は贔屓のチームの負けが込んでいてもあまり辛くはならないタイプですね。高校生ぐらいの時はちょっとそういった気持ちもあった気もしますが、最近はほとんどないですね。もちろん勝つに越したことはないですが、負けたからといって何かあるということは個人的にはないです。ではなぜそんなに辛くならないのかをちょっと自分なりに今回考えてみました。まあこれはあくまで私の野球の楽しみ方に過ぎず、当然ながらこれが正しいとか、そうやって皆さんに自分のやり方を押し付けるものでありませんので、その点はご理解いただけると嬉しいです。まず前提を置きたいんですが、野球観戦というかスポーツ観戦全般に言えるかもしれませんが、これらって趣味としてはかなり異質な部類に入ると思うんですよね。趣味は余暇時間、空いた時間を使って自分が楽しめるようなことをするための時間だと私は捉えているんですが、特定のチームを応援するスタイルで野球観戦を楽しむ方においては、その最大の楽しみはチームが勝つことに基本的にはあるわけですけれども、一方で当然ながら負ける可能性もあるわけですよね。趣味なのに楽しめない瞬間があると。ただここまでなら誰かと競う趣味、例えばゲームとか何でもいいですけれども、勝敗が決まる趣味なら起こりうることなわけですが、野球観戦はこれに加えて自分が結果を全くコントロールできない、結果に関与できないという追加要素がありまして、この組み合わせが極めて異質だと思っています。自分が趣味を楽しむ主たる存在でありながら負ける、楽しめない瞬間があって、そしてその結果を全くコントロールできないと、自分の思い通りにならないことが容易に起こりうるという点において、野球観戦は趣味としてちょっと変わった点を持っていると思いますし、これがネガティブな感情にもつながってきていると思います。当然ながらプロ野球のチームでシーズン全試合勝つなんてことはありえませんし、また野球は割と戦力が拮抗しているせいか、どれだけ強いチームでも勝率は6割から7割ぐらい、裏を返せば強いチームであっても3割から4割ぐらいは負けますし、強くないチームとなれば5割から6割ぐらい負けますので、結構割合としては高い方だとは思うんですよね。ただこれは野球ファンの差がと言いますか、やっぱり試合前は今日は勝つと思っちゃうんですよね。なんならシーズン前は優勝すると本気で思ってますし、応援しているからこそ期待してしまう部分があるのは当然ですが、だからこそ負けた時、なかなか勝てない時の落差が大きくなってしまうと、期待していたからこそなんとなく裏切られたような気持ちになるというか、
こういった気持ちが強くなれば強くなるほど負けている時に野球を見るのが辛い、ストレスになってしまうということにつながるのかなと思います。私は野球観戦はあくまで趣味として楽しみたいですし、また自分がコントロールできないことに向きになっても仕方ないので、期待の落差を和らげるためにもそもそも過度な期待はしません。どの試合どんなチーム状況であってもある程度負けると思って見ています。そもそもの期待が高すぎないので、仮に本当に負けたとしても落差はさほど大きくはないのでダメージにはなりませんし、まあこういう日もあるよねくらいの気持ちで見ることができていると思います。ただ逆に勝った日は全力で楽しみますけどね。もう得点シーンとかのハイライトをそれこそ何度も見ますし、今日誰々のバッティング良かったなとか、ピッチングすごかったななんていう風にひたすら一人で楽しんでいます。マリナーズもベイスターズも私が見てきた時期においては勝つことの方が少なかったので、やっぱり勝った時はしっかり味わっておかないと損ですからね。いや、自分がファンのチームに対する期待値がそんなに低いとか本当にファンかよと思われるかもしれませんけど、趣味がストレスになる方が私としてはもったいないなと思うんですよね。ある程度余裕を持つくらいじゃないとせっかくの趣味も楽しめないですし、そもそもファンは別に野球で生活しているわけでもないので、気楽に肩の力を抜いてみるのが私は一番だと個人的には思っています。余裕があれば弱い時期でもポジティブな要素を見出せたりもしますしね。ただそれでも辛い時期、例えばつい先日のベイスターズみたいに丸2週間勝てませんとか、2011年のマリナーズのように1ヶ月近く連敗したりとか、あるいはいつかのマリナーズみたいに GM がやばすぎてチームの未来を想像できないとか、まあそういう時期も多少はあると思うんですよね。そういう時はどうするか、簡単です。野球から少し距離を置けばいいんです。どこかのチームのファンだからといって見ているのが辛い時期もずっと追いかけなければならないなんてことないですし、試合結果をパラパラと追いかけるくらいのスタイルでも私はいいと思うんですよね。本当に試合見てても面白くない、楽しめない時期はそんな感じで私も乗り切ることがあります。チームが大型連敗中だったら試合を最初から最後まで追わずに、ちょっとチャンスになったら少しだけ見るとか、チームが暗黒時代だったらその中で特に推している選手の出番だけ見るとか、もうそんなんでいいと思うんですよね。弱い時期でも試合を見ないやつは本当のファンじゃないとか言う人もいますけれど、別にファンかどうかは誰かに決めてもらうものでもないので、自分がファンだと思っているならそれでいいはずなんですよね。周りを気にして趣味を失ってしまう方がよっぽど損失だと思いますので、自分の好きなように楽しめばいいと思いますし、だからこそ厳しいチーム状況だった時も超えて、私は今でもこの2チームのファンを続けられたのかもしれません。もちろんこういった考えはなかなか勝てないチーム、悪く言えば弱小球団を見てきたからこそある種無意識に諦めている部分もあるのかもしれませんが、趣味は楽しむためにあるので、それで自分が楽しめているのであればそれでいいのかなと思っています。もちろん勝つことに越したことはないので、これからマリナーズにしてもベイスターズにしても、いわゆる上昇球団と呼ばれるようなチームになってくれたらそれは嬉しいですし、そういった未来を自分の目で見ることができたらいいなと思っています。ただ、今の感じですとその未来もかなり長期的な目標にはなりそうなので、これからも気長にこの2チームの戦いを細々と応援していこうかと思います。ということで今回の動画は以上としたいと思います。いつもはこのチャンネルでは MLB に関する話をしていますので、興味のある方はぜひチャンネル登録していただけると幸いです。それではご視聴ありがとうございました。